大喜利のツボ。このコーナーはドランクドラゴンスーツクローです。大喜利のお題に浜口ちゃんのツボクラさやねも答えますが、4人は回答に後乗せをしても解説で笑いを足しても構いません。そして最後に鈴木にも答えてもらいますが、鈴木は一発回答のみで笑かしてもらいます。判定は翔太くんお願いします。さすが一流。翔太くんがため息ついた、もうみんなやらなくていいよ、もうそうなってきたら。でも本当にやべえ、好きだってなったら OK 出したいですからね。うん、ねえ。これなんですよね、最後の人ってね。なんか滑りやすいですよね。しょうがないんじゃないこれは。ね、だからもう、行きます。京都市ペンネームアクション仮面の生活からのお題。発明王エジソンについての誰も知らなかったエピソードを教えてください。発明王エジソンについて誰も知らなかったエピソードを教えてください。なるほど、あの方のエピソードですね、エジソン。エジソン、あ、電気を作ったのってエジソンですよね、うんうん、そうですね、すごいな、エジソン。もうすごいお世話になってますね。お世話になってますね。うん、ディン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 、話すことないねや。ちょっと引き伸ばしてよ。エジソンのエピソードさ、全然思い出せない。エジソン、あ、愛野さんはもう書き終え、あ、はい、早いですね。あ、それはね、早っ。はい、じゃあいいですか。はい、じゃあ愛野さん、早いね。発明王エジソンについての誰も知らなかったエピソードを教えてください。よく病院とかでエソジンさんって呼ばれる。エジソンです。パッと見そうやって言ってる。エソジンみたいな。あれ、どうした、どうした鈴木さん。いや、なんでもないです。あれ、かぶったーっつって、はい、似ちゃう。エジソンをエジルって、そっち、エジルって言っちゃう。それ書こうと思ったんですよ。あ、最後に、最後に行きますよ。はい、発明王エジソンについての誰も知らなかったエピソードを教えてください。本当はエジソンじゃなくてエジソソだった。やっぱりかぶってんだ。これそっちや、名前だ、名前方向だ。エジソソ、すごいね。うん、はそうだった。ナイツのネタみたいな。ナイツ、クソソソ。どうだどうだ。はい、僕らさん行きますか。はい、発明王エジソンについての誰も知らなかったエピソードを教えてください。発明を考えるときは深夜のファミレス。ホリケンがネタ作るとき一生懸命。いや、やべな。ホリケンさんはね、やっぱりお笑い界のエジソンですからね。発明王ね。発明王。あ、ちゃうな。珍しい。珍しいです。マサルさんが焦り出したよ。どうしよう、エンディング、エンディングに回すか。一番怖い。ハードル一番上がる。ハードル一番上がるな。どこで考えるんですか、ネタは。ネタは僕、家ですよ。あ、家の、ファミレスとか行くと逆に人がいたりするとあんまり。あ、なるほど。静か派なんですね。で、今はなんか3人と作家さんとかで考えたりしますけど、前はずっと一人で考えてるときは家で、何にもつけずに。その方がいいんです、集中できて、うん、そう、みんなに考えるようになってからあんまり面白くなくなったな。ダリオの前に滑るよ。できた、できた。プラスマイナスに負けたからな。じゃあ浜口さんいきます。はい、発明王エジソンについての誰も知らなかったエピソードを教えてください。酒屋の長男。いや、いい。面白い。酒屋さんやったんや。知らなかった。知らんかったやろ。親のこと考えたこともなかった。確かに。どうなん、はい、うん。ということで、はい、続きさんいきますよ。はい。発明王エジソンについての誰も知らなかったエピソードを教えてください。掛け算の7の段が言えない。フリップ出してください、せめて。何にでも当てはまるやつや。どうだ、どう、どうか。じゃあ、翔太くんどうですか。ダメです。ダメです。ダメです。これはおもろかったけどな。今週の続きはもう一つでした。来週はバッチリ笑いが取れるんでしょうか。